皆さんこんにちは。前回は、破産しかけてしまい、申し訳ありませんでした。もう、しばらくランブルには手を出しませんので許してください。お金が10万くらいになれた時に、また挑むことにします。それまでは封印します。ふう、よし、玉虫シティのジム、エリカの元へと、向かおうじゃないか。エリカといえば、別に、で、一躍有名になった彼女です。ですが、さすがにボイスを入れると色々とまずい気がするので、そこに関しては自重します。お、大人のお姉さんが、たまたま送り出してきおった。ごくり。はい、すいませんでした。調子乗りました。だって、最強が強すぎるんだもの。やっぱり、なんだかんだ言って一匹でクリアすると、レベルが高くなっちゃうね。まあ、仕方ないね。お次はエリカ様だ。機嫌を損ねる前に、速やかにバッジだけいただいて帰らなければ。エリカ様って言っちゃうと、なんか変な感じになるけど、実際、エリカって可愛いよね。視聴者の皆さん、初代の中で、好きな女性キャラって誰ですか？ちなみに私は、ライバルのお姉さんです。ご近所のお姉さんって、なんか燃えるよね。って、そんなことはどうでもいいか。エリカ、草タイプを使ってくる、ジムリーダーです。草タイプは、この時代、だいぶ干されていたと思います。葉っぱカッターが、いろんな意味で最強の技でしたが、吹雪であっさりやられる、というのがきつかったと思われます。高速移動、素早さを上げる、積み技です。いらないといえばいらない気もしますが、場合によっては使えると思うので、毒針を忘れて、覚えさせることにします。モンジャラ、一度でいいから、中身を見てみたいポケモンですね。モンジャラには、2倍のダメージしか与えられないから、確定一発じゃなかったね。モンジャラが硬い、というのもあると思うけどね。初期の高速技がチートレベルとはいえ、高校で打ってくるのなら、全然大したことないですね。最後は、ラフレシアですね。未だに、使ったことがないです。でも、よーく見てみると、なかなか愛嬌のある顔をしているかもしれないね。可愛いかも。なんてくだらないことを言っている間に、エリカ様、討伐完了。何の見せ場もなかったですね。まあ、かなり相性がいい戦いなので、こちらが負ける方が難しいんだけどね。空を飛ぶ要因に、どうやって飛ぶのかわからない堂々を、ゲットしておきます。実際空を飛ぶ場面って、ストーリーに関しては、そんなにないんだけどね。でもあると便利なので、捕まえておきました。それにしても堂々って、猛スピードで走って目的地に向かうのかな。とりあえず回れるところを回って、技マシンを回収しておきました。スピアーのような虫タイプでも、意外と覚えられる技があったりするからね。いよいよもって、お金の面でも安定してきたね。こうなってくると、ついスロット押しに行きたくなるけど、スピアーのことを考えると、それはできないからね。我慢我慢。ちょっとだけ、次にどこに行けばいいかわからなくなっていたので、格闘道場に挑みに行きました。この時代の格闘タイプもまた、不遇の時代だったと思います。今となっては、不遇な要素がないタイプなのにね。この頃は、まともな攻撃技が、地獄車しか、なかったような気がします。空手大王、後に、エスパーに勝てないという現実から逃げ、山にこもっちゃう人です。空手大王、繰り出してくるポケモンは、エビワラーと、サワムラーです。皆さんは、どちらが好きですか？ちなみに私は、どちらも好きじゃない、という選択肢を選びます。さて、このサワムラーですが、何も手こずることはないと思います。スピアーは虫タイプなので、格闘タイプには、耐性を持ってるからね。この時代は、ストーンエッジなどの攻撃もないので、格闘タイプには、負ける要素がありません。まあこちらからの虫タイプ攻撃も、半減されちゃうんですけどね。さすが初代の、急所乱れ好き、えげつない火力だね。この子もまた、不遇なポケモンです。特殊が絶望的に低いのに、三種のパンチを使いこなそうと必死になっています。相手もまた、真剣使いなのかこれは。なんか、やたら殴ってくるね。
これだ、これだよ。私が求めていた戦いは、この、男同士の殴り合い、素晴らしいじゃないか。素晴らしいけども、瀕死になりそうになるまで殴るのは、やめていただきたい。とはいえ、ミックス俺を結構買っておいたから、負ける要素はないんだけどね。あぶねえ。エビワラーさん、正直言って、今の今まで、あなたのことを舐めてました。こんな強さを秘めていたなんて、知りませんでした。視聴者の皆さん、ポケモンをやるときは、相手がどんなポケモンを使っていようとも、絶対に舐めてかかってはいけないよ。大番狂わせが、起こりそうになったりするからね。うわやばい、弱点属性の炎のパンチきたー。やられちゃうー。って、あれ？ねえねえ、三分の一も与えられないで、今どんな気持ち？ねえねえ、あれだけ、よいしょをしてあげたんだからもうちょっと頑張りましょうよ。パンチの鬼、かっこ笑い。なんか相手が、連続パンチで仕留めきれなかったあたりから、戦意を喪失したみたいだね。いやぁ、ボクサーの卵に、8匹倒せないという現実を見せちゃったのは、かわいそうだったかな。エビワラーよ、お前の名誉のために、一応言っておこう。お前が弱いんじゃない、最強が強すぎたのだ。まあ実際お前は弱いんだけどね。よし、沢村、お前には、立派な名前をつけてあげよう。お前には、ひろかず、と名付けよう。お前は将来、プロ野球で活躍するだろう。一応視聴者の方に、言っておこう。巨人の沢村は、わしが育てた。沢村を放流して、何を目的に旅をしてきたのか、思い出したよ。私は別に、エビワラーや沢村の悪態をつくために旅をしてきたのではない。この遠隔をしやがったお店を、ぶっ潰すために今まで頑張ってきたんだった。待ってろ店長、首を洗って待っていやがれ、うちの最強が、貴様をボコボコにしてやるぜ。遠隔を指示したのは、店長に違いない。それ以外の店員たちには何の罪もないので、バンバンカットします。技魔神獣か、なんだっけ。おお、捨て身タックル、これは相当でかいぞ。初代特有のメリットだね。ぶっちゃけた話、蜂のポケモンなのに、こんな大それた技を覚えるなんて、これっぽっちも思ってなかったよ。とはいえ、スピアーはこう見えて、1メートルもあるから、そのくらいの攻撃は、できるのかもね。ついでなので、スピアーの生態について、話しておきましょう。身長は1メートル、体重は、29.5 キロです。結構でかいです。視聴者の皆さんが絵がうまいかはわからないですが、うまい下手に関わらず、ぜひともスピアーの絵を描いたりしてみてください。元からスピアー愛がある人はもちろん、この動画でスピアーというポケモンに興味を持った方も、ご自分の中でのスピアーに対する愛を表現してほしいです。これもまた、スピアー愛を高める、一つの行動だと思います。私も小さい頃は、スピアーの絵を結構描いてたからね。おい店長、この店隠してるだろ、しらばっくれるなよ。私の目で、確かに見たんだからな。一枚掛けした途端に、斜めに、7が揃ったのが。ということで、榊とのバトル、1回目です。なんか、1回目って言っちゃうと、ネタバレになっちゃうかもしれないね。初代オミプレイの方、前回のラッタに続いて、ネタバレしてごめんなさいね。ご覧の通り、ダブルニードルのおかげで、イワークにもだいぶダメージが通るようになっています。さすがダブルニードルやで。いいかみんな、レベル差13あるけどな、とか絶対に突っ込むんじゃないぞ。その事実を最強ちゃんが知ってしまったら、落ち込んじゃうかもしれないからね。サイホーンか、お前の進化系は、相当なネタキャラになるから、お前は絶対に進化しない方がいいぞ。睨みつけるとか、尻尾を振るとか、平気でやっちゃうようになるからな。気をつけてな。最後はガルーラです。ガルーラは、どう言ったらいいんだろう。弱いわけではないんだけど、ズバ抜けて強いわけではないって感じです。落ち着いて対処すれば、最強ちゃんで余裕で勝てます。
それにしても、捨て身タックルって、火力がやばいね。ガルーラの耐久種族地でも、これだけ削れるとはね。破壊光線って、ギャンブルだったっけ？うまくいけば、反動なしで使える技だから、捨て身タックルを、破壊光線にする日が来るかもね。そうなると、またランブルか。心躍るね。おうよ、スピアーに対する愛は、なかなかのものだと思うぞ。おう、店長、後でまた会おうな。って、遠隔に文句を言いに来てたの忘れてた。畜生、逃がしてしまったか。麻痺直しはいらないので、捨てちゃいます。この初代は、持ち物に制限があるし、持てる数自体が相当少ないので、結構こういう風に、持ち物を捨てることが多くなります。現に、店長のとこまで来るのに、何個かアイテムを捨てちゃってるからね。毎回思うんだけどさ、このライバルのセリフ、ちょっと頭おかしいよね。少しだけ、腹が立ったので、ライバルの手持ちのポケモンをすべて、戦闘不能にしようと思います。多少はレベルが上がってるっぽいですが、一匹だけに愛情を注いだ最強ちゃんの方が、実力がかなり上だね。ちょっとバカし、捨て身タックルがヤバすぎるね。ここまで強い技を、初代では使えたなんて、思ってなかったよ。アイデンティティのダブルニードルが、最近若干空気になりかけてる気がしないでもないけど、それは言わないお約束。ギャラドスも、余裕で突破です。私とライバル、いつの間にこんなに、力の差が開いてしまったんだろう。ライバル、お前には、明らかに何かが足りていないのだよ。何が足りないのかを、考えておくんだな。ものすごくなんとなく思ったことなんだけどさ、今の、ガーディーの死に方を見て、カツラでさえも、捨て身タックルで突破できちゃうんじゃないかという恐ろしいことを、思い浮かべてしまったよ。本当にライバルは、いい子だよね。何も知らずに勝てると思って挑んできて、カツアゲされちゃうんだもの。これが、中学校時代によくいる不良なのかな。ライバルが、お財布みたいな感じだね。ごめんね、ライバルのお姉さん。私、あなたの弟から、お金をせびってます。バンバンカットしちゃってるから見せれてないけど、ここの祈祷師、そして BGM、ものすごく怖いです。どうでもいいけど祈祷師ってなんか卑猥。って、それはいいや。プレイしたことのない方、ぜひやってみてください。プレイした方ならわかると思いますが、子供の頃は、この場所に軽いトラウマを植え付けられますよね。なぜこの場所にロケット団がいるのかは、ぜひご自分でプレイして、理由を確かめてくださいませ。さて、マサラタウンから出るときに、ライバルのお姉さんから盗んだポケモンの笛を、ここで使います。お姉さんのリコーダーペロペロ。冗談です。まあとにかく、このリコーダーは、ものすごい役に立つアイテムです。これがあれば、催眠術が、全く怖くなくなるからね。さて、カビゴン戦です。とりあえず手元にあるボールを投げてみて、ダメだった場合は、倒してしまいます。あ、こいつって、状態異常になってないと、ボールが当たらんのか。伝説系のポケモンと、扱いが同じだったんだね。なんだかんだ言って、初めて知りました。お、さすがダブルニードル、一発で、毒にできたね。なんとなく、嬉しい。最強ちゃんが、私の思ったように行動してくれて、ママは本当に嬉しいよ。最強ちゃんとの信頼関係は、かなり築けたね。って、あれ？カビゴンって、こんなにあっさり仲間にできるんだっけ？昔はもっと、手こずってた気がするんだけどなぁ。運が良かったのかな。まあ、コレクション用に捕まえただけで、実戦投入はしないけどね。さて、一気に飛んで、サファリゾーンです。サイクリングロードは、不良ばっかりいて、なんかあったら、ガンつけてんじゃねえよ、とか言われて怖いので、目を合わせないようにして抜けてきました。たとえゲームの中とはいえ、あの手の人と絡むのは、できる限りは避けておきたいよね。さすがに久しぶりのプレイで一発クリアは、難しかったね。残念残念。でも意外と、惜しいところまではいけたから、結構覚えてたみたいね。幼い頃の記憶は、役に立つもんだね。
ラッシュは取っていないけど、必要な秘伝マシンは、全部揃いました。ということで、今回は、強戦まで、やりたいと思います。本来は、毒タイプのジムなのですが、彼の門下生の中には、こいつ強に勝てるんじゃね?と、思ってしまうような人も存在しています。毎度思うけど、おかしいジムだよね。なんでこいつはさ、強のところに来たんだろうね。忍者に憧れてるってのは分かったけどさ、あなたの手持ちのポケモン、もう一回見直してみなよ。完全に、夏目に弟子入りするべきなポケモンを使ってるよ。冷静に自分を見つめられないようなトレーナーに、私は負けないよ。お前が言うな、というツッコミをしているやつ、私には見えているぞ。スリープまではさ、まだネタ的要素が強いから許そうという気にもなるけどさ、ユンゲラーなんて、完全に、エスパーじゃん。本当に、なぜこいつは、強に弟子入りしてるんだ?強をやっつけて、ここのジムリーダーになっちゃえばいいのにね。とはいえ、強には相性がいいかもしれないけど、私の最強ちゃんとは、相性が悪かったみたいだね。動画の画面越しでどのくらい見えているかはわかりませんが、白い点々で、透明の壁ができています。透明とはいえ、ちゃんと見えるようにしてるというあたりに、強の優しさを感じちゃうよね。おい、またエスパーかよ。このジム、本当に毒タイプがメインなのか?今まで見たポケモンが、すべてエスパータイプなんだが。これは、あれか、3日後くらいに、強に対して下克上をして、このジムをぶっ潰す計画でも立ててるのか。そういう風な考え方でもしないと、この相手の手持ちは納得ができないよね。それにしても、スリーパーって、この時代から、危ない顔してるんだね。なんかこの時代から、制作者の悪意を感じちゃうね。最強ちゃんが、42になりました。もはや、向かうところ的なしだね。そういえば今日は、ファッファッファ、って言うんだったね。なので、なんとなく、BGM を、差し替えました。燃える展開になることを期待して、というのもあるんだけどね。さて、6人目のジムリーダー、強です。後に、四天王まで登り詰めてしまう、素晴らしいお方です。弟子にまで裏切られそうになってるのに、彼の身に一体何が起こったんだろうか。彼の出してくるポケモンは、ドガース2体、ベトベトン、そして、またドガスです。毒単体のポケモンだけで、パーティーが構成されています。しれっと、煙幕という、前線においてあまりにもまずい行動をされてしまいました。命中率が下がっちゃうと、1万光年の人のサンドみたいに、恐ろしい事態になっちゃうから、命中率が下がりすぎないように、速攻で倒してしまいます。今のところ、今日の戦術に、まんまとハマっている感じですね。この状況は、あまりよろしくないね。確かこのベトベトン、小さくなるを覚えています。つまり、最悪の事態は何か、それは、煙幕を食らっている状態で小さくなるをされて、何にも当たらなくなってしまうということです。今日は、切断されてもおかしくないような行動を、平気でしてくるからね。私はリセット縛りのせいで、勇気の切断は不可能だからね。勇気の切断とかの前に、今日の命令がダメすぎて、何も恐れることはなかったね。あそこでプラスパワーってお前、ギャンブラーにも程があると思うぞ。しれっと、煙幕3発目を食らって4発目は相当まずいぞ。やばいぞこれは、そろそろ本格的に、何も当たらないんじゃないか、って感じすらしてきたよ。だけどここからが、私と最強ちゃんの、絆が大事になってくるね。よし、ドガースも突破、煙幕4回食らった状態で、ラストの1匹、またドガースを迎えます。とりあえず、最強ちゃんが喉が渇いたって言ってる気がするの、速攻で自爆してきおったでこいつ。これは、なんて言ったらいいんだろう。ものすごく、拍子抜けです。防御が神のスピアーも落とせないし、ドガースたちが使ってきた煙幕も無駄にしちゃうし、どうしようもないね。ということで、特に盛り上がりもなく、強撃破です。今になって、ようやく門下生たちが、エスパータイプでジムを潰そうとしてるのが、分かった気がするよ。こんなのがジムリーダーやってたら、そりゃ潰したくなるわ。次の場所へは、波乗りが必要になるので、無敵をララドスへと進化させます。
レベル上げるのが面倒だったので、不思議な飴使っちゃいました。デヘペロ。いつの間にか、お金が大変なことになっちゃったね。うおう、ギャンブルがしたい。決して、ギャンブル依存症とか、そういうんじゃないんだからね。一応ここで皆さんに、フリーザーへの生き方を教えます。私はこのやり方しか知らないのですが、友達から言わせると、このやり方は違うらしいです。でも、参考にはなると思いますよ。ね、簡単でしょう？本来は、怪力を使って、いろいろしないといけないらしい場所ですが、これだけでいけます。どやー。とりあえず、最強の手で、このフリーザーを血祭りにあげて、このパートは終わろうと思います。は？ちょ、は？え、すぐだよね？ブレイブバードじゃないよね？なんでこんな食らってるの？あ、弱点だったからか。それなら、冷凍ビームが、全然食らわないってことか、把握。あ、いかん、これダメなやつだ。とにかく逃げなきゃ、こんな化け物にやられる前に、逃げなきゃ。って、逃げたら消えちゃうじゃん。何やってんだ自分。